私はパニコ、26歳の会社員です。といっても今はリモートワークがメインになってるんですけどね。リモートワークの良し悪しは人それぞれだと思いますが、私にとっては最悪なんです。え、どうしてかって？なぜ私がリモートワークで困っているか、これからとくとご覧ください。パニコ、ちょっと洗濯たたむの手伝ってちょうだい。お母さん、何度も言わせないでよ。私は仕事中なの。会議中だったら他の人にも迷惑かけるんだよ。そんなこと言って、どうせパソコンで遊んでるんでしょ。つべこべ言ってないでお手伝いしなさい。私も社会人だよ。仕事が終わってからならいくらでもやるから、部屋に入ってこないで。お手伝いするのは家族として当たり前のことなのよ。それをパソコンやってるだけなのに断るなんて。だから仕事してんだってば。こんな感じで母は私の仕事を邪魔してくるんです。まあそれでも妹のトモコよりはまだマシなんですけどね。トモコは私の4つ下の妹。小さい頃から泣き虫で甘えん坊。両親に散々甘やかされて育ったせいか、ちょっとというかだいぶ性格に難のある子でした。え、お姉ちゃんってリモートワークやってんの？リモートワークってさ、出社しなくても支障がない人がやらされるんでしょ？え、そんなことないよ。うちはほとんどの社員が。でさまあね、お姉ちゃん仕事できなさそうだし、陰キャで存在感薄いし、いてもいなくても同じだもんね。ちょっと、そんなことないってば。私はちゃんと仕事してるわよ。はいはい、わかったわかった。どうせ大した仕事してなくても仕事は仕事だもんね。ああ、ほんと無能な姉がいるって恥ずかしい。はあ、妹は自分の考えが全部正解で、私の言うことになんて耳を貸したことは一度もありません。私の仕事のことも勝手な偏見で見下す発言をしたり、面白がって私をからかったりしてくるんです。そんな妹が私はずっと苦手でした。もちろん智子を溺愛している両親も完全に妹の味方で、私のことはいつも二の次。それでもなるべく関わらないようにすればそれでいいと思っていたのですが、そんなある日、大学卒業を目前に控えていた妹が彼氏を家に連れてきました。はじめまして、ゆうとって言います。私たち結婚しようと思ってるの。結婚？そんな急に。そうよ、突然連れてきてそんな。でも私は若いママになりたいし、彼は有名企業に勤めてるのよ。ねえねえ、いいでしょパパ。まあ、トモコがそれでいいならいいかな。お母さん。そうね、トモコには幸せになってほしいし、トモコが気に入った人ならいいでしょ。やった、じゃあ結婚式の準備とかいろいろ忙しくなるのね。ありがとうございます。そのやりとりは自室で仕事をしていた私にも聞こえていました。ゆうとさんが帰った後すぐに、ともかは私の部屋にやってきました。私結婚することになったから、可愛い妹が結婚します。突然ドアを開けないでって何度も言ってるでしょ。ちょっと、言うことはそれだけなの？おめでとう。これでいい、早く出てってよ。仕事が溜まってるの。いいじゃん、どうせ遊び仕事でしょ。私の彼は某証券会社勤務なんだから、すごいでしょこれで私は就職しなくてもいいわ。トモコ、あんた就職しないつもりなの？当然じゃない、彼がたっぷり稼いでくれるのに私が働く意味ないじゃん。ま、お姉ちゃんには一生縁のないような相手よね。あなたね。それでさ、これは提案じゃなくて命令ね。こんなんが姉だって知られたら婚約破棄されかねないからさ。お姉ちゃんは結婚式に来なくていいから。え、ネクラで冴えない幸薄そうな姉がいるなんて言えないわ。しかも仕事してないとかマジで恥以外の何者でもないじゃん。だから仕事はしてるって。将来的に姉がいるって知られたら、その時に説明する方が面倒なんじゃないの？それは大丈夫、バレないように対策もするから。対策？あんたにはこの家からも出て行ってもらうの。はあ？ちょっと、なんであんたがそんなこと決めるのよ。
パパもママもあんたが出ていくこと了解済みだから。うっそ、お姉ちゃんはかわいそうだね。な、何よ。そうやって永遠に親の愛に飢えてなきゃいけないんだね。あーかわいそう、残念な人生の始まりだね。私はそんな人生嫌だな。私はこの時初めて自分が親の愛を諦めきれていなかったことに気づかされました。そして同時にその淡い期待は妹の手によってあっさりと握りつぶされてしまったのです。何あんた泣いてるの？笑える？うるさい、出てけ。何よその態度、出ていくのはあんたなんだからね。いいから出て行って、あんたとは話したくない。すぐに出ていくようにパパから言ってもらうから。不覚にも妹の前で泣いてしまったことに後悔しつつ、私は自分の荷物もキャリーケースにまとめました。両親に何か言われる前に家を出たかったんです。出て行こうとする私を両親は止めることもありませんでした。妹の心底満足そうな表情は今でも忘れられません。許せない、絶対に許せない、あいつら全員まとめて必ず復讐してやる。私はこの時両親と妹をいつか必ずギャフンと言わせてやると誓いました。そして家を出ると同時に多方面に手を回し始め、コツコツと復讐の準備を始めたんです。そして半年後、智子から久しぶりに電話がかかってきました。今さら何？そんな冷たい態度取らないでよ、血を分けた姉妹なんだからさ。で、何なの？明日ついに私の結婚式です。あっそ、冷たいな。せっかくチャンスをあげようと思ったのに。チャンス？式場には呼んであげられないけど、お姉ちゃんの気持ちは受け取ってあげる。は？私の気持ち？もう相変わらず鈍いな。お祝いを受け取ってあげるって言ってるの。お姉ちゃんは社会人だし10万くらいでいいよ。どうして私が10万もあなたに渡さなきゃいけないの？私にお祝いすればお父さんたちもちょっとはお姉ちゃんの存在に気づいてくれるんじゃない？両親のことももう何とも思ってないから。そんな強がっちゃって。強がってません。二度と私に連絡しないで。私には両親も妹もいないから。何よ、こっちが歩み寄ってやってるのに。もういいわよ。正直妹にも両親にももう何も期待していませんでした。しかし妹を野放しにする両親も私の復讐計画が着々と進行していることは知りません。そしていよいよ結婚式当日、ついに復讐の計画が幕を開けました。思った通り、結婚式が始まる時間になると智子は私に慌てたように電話をかけてきました。ちょっと、あんたの仕業なんでしょ？一体何してくれたのよ。何？突然何のこと？しらじらしい。結婚式に親戚が誰も来てないの。お父さんが連絡してるのに誰も電話に出ないし。あんたが逆恨みで何かしたんでしょう。そうね、私が半年前からしてたことといえば。半年前？私が家を追い出されて、それからどこにいたのか知らないでしょう。どういうこと？あんた一体どこにいたのよ。最初のうちは親戚の家を転々としてたよ。親戚？まあ昔からうちの親もあんたも親戚付き合いなんか面倒だって言ってたから、親戚が誰かも知らないでしょうね。あんただって親戚付き合いなんかしてないでしょ。いやいや、私はきちんとしてたわよ。あんたは全然知らなかっただろうけどね。お母さんの代わりに年末の大掃除をおじいちゃんのところに手伝いに行ったり、おばさんの家の法事に両親の代わりに出たり、お歳暮だって私が親戚に出してたんだから。それでも招待したのに結婚式に親戚が来ないのはおかしいでしょ。親戚なんだから出席して当然じゃない。相手にも仕事や予定があるでしょ。招待状の返事あんたのことだから、どうせちゃんと確認してないんでしょ。それは招待状だけ送ってあとは放っておけば勝手にみんな来るだろうなんて、あんたが考えそうなことね。そんな自己中な考え方だからみんなにお祝いに来てもらえないのよ。招待する人はたとえ親戚だとしてもお客様よ。お祝いにわざわざ来てくれるんだから
感謝の気持ちを持たないとね。ああかわいそう、親戚なしで結婚式をやるんだね。ねえお願い、お姉ちゃんから親戚に連絡してよ。は？だってこんなに空席があるなんて、彼や彼のご両親になんて思われるか。お姉ちゃんお願い、今までのことは謝るから。親戚のみんなと仲いいんでしょ、みんなに連絡してよ。電話の向こうで泣くとも子、その向こうではスタッフさんが挙式の時間が迫っていますと智子をせかす声。ここで私は妹に絶望的な状況だと分からせてやりました。残念ながらそれはできないんだな。え、どういうこと？だって今みんな私の結婚式に来てるから。え、私の結婚式？そうよ、私の結婚式。え、誰の結婚式？だから私の結婚式だってば。へえ、じゃあ耳が痛いから叫ばないでよね。だってお姉ちゃんの結婚って彼氏もできたことなかったのに、付き合ってる人なんかいなかったじゃない。失礼ね、いたわよ。あなたたち家族が私のことを話題にしたことなんかなかっただけじゃない。自分からわざわざ彼氏できましたってへーとか言わないし。じゃあ本当に今日結婚するの？だからそう言ってるじゃない。私は彼と二人で記念写真だけどフォトウェディングにしようって言ってたんだけどね。おじいちゃんやおばさんたち親戚一同が結婚式するのを勧めてくれたんだよね。でね、1年前からこの日に決めてたの。結婚が決まったのは私の方が先だったってわけよ。残念でした。あんたの結婚式の日にかぶせたわけじゃないから誤解しないでね。え、じゃあおじいちゃんやおばあちゃん、それから親戚みんながそもそも私の結婚式に来る気がなかったってこと？正解。そんなひどい。こういうのね、因果応報っていうのよ。なんでやる、私の結婚式がダメになったら全部あんたのせいなんだから、責任取りなさいよね。は？恨んでやる？責任取れ？何言ってんの？あんたこれだけで終わりだと思ってんの？もっと残念なのはここからだから。ちょっと、なんなのよ。あんたの結婚式にね、うちの会社の上司がお邪魔してるからよろしく。え、上司ってどういうこと？ゆうとさんの会社、私の会社の子会社なんだよね。は？待ってよ、ゆうとは一流企業に勤めてるのよ。あんたその親会社にいるっていうわけ？そんなこと言ってなかったじゃない。だからあんた私の話は何も聞かなかったじゃない。親も同じ、あんたのことばっかで私のことなんて気にも留めてなかったもんね。お願いよ、助けて。そうだ、今からでも合同結婚式ってことにしようよ。私たちがそっちに合流するから。お断りよ。はあ、かわいそう。残念な人生の始まりだね。私はそんな人生嫌だな。待って、お姉ちゃん。智子の結婚式は当然親族席がガラガラ。新郎側の列席者がざわつく中、その雰囲気に耐えかねて智子は披露宴会場から逃げてしまったそうです。もちろん結婚式は中止。今では優斗さんから結婚式の費用と婚約破棄の慰謝料を請求されて引きこもってしまったそうです。両親は慰謝料を支払って借金を作ってしまい、今では二人でアルバイトをしてなんとか生活しているのだとか。私にもお金の無心が来ましたが、知ったこっちゃありません。私の結婚式はとてもいい雰囲気で無事に終了しました。バージンロードはおじいちゃんに歩いてもらい、ジフと歩くより断然嬉しかったです。これから夫の涼介と幸せな家庭を築いていこうと思っています。バーニコ、そろそろ出ないと遅れちゃうよ。はーい。では今から旦那様と新婚旅行に行ってきますね。一時。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニックさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。